どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが11月16日の土曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報まとめです。 この動画をオフの情報収集にご活用ください。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、タイガースの最新情報をまとめ、今回は各選手の挙手問題、並びに FA 最新事情についてです。まずはコンオフ、タイガースを戦力外となった選手たちの所属先が続々と判明。その中でがっつり来シーズン、タイガースとぶつかる可能性がある選手もいます。で、まず一人目、新たな所属先が決まったのが、今シーズンでプロ5年目を終えた遠藤選手。 遠藤選手は今シーズン、ファームで126試合に出場し、324打数85安打、打率が2割6分2厘。ホームランはなかったものの、2ベース7本、3ベース5本、打点が30、四死球合計71個で、決めた盗塁の数が30個。 出塁率が3割区分2厘、OPS が707という数字。この出塁率3割区分2厘はウエスタントップでたくさん塁に出れたことで、盗塁の数もぐっと伸びたんですが、残念ながら戦力外に。で、遠藤選手はその際、正直びっくりしている。でもそれを受け止めて、次につながるようにタイガースでやってきたことを生かして頑張っていきたいと思いますと。このようにコメントを出していたんですが、シーズンを終えてすぐバハローズが獲得調査を行っているということが判明し、その中で先日、そのバファローズが遠藤選手を育成枠で、 獲得するということが判明しました。まあ、遠藤選手はトライアウトには参加せず、他球団から声がかかるのを待っていましたが、そのバファローズは今シーズン育成枠から合計6投手が支配下契約を勝ち取ったという流れもあるんで、十分遠藤選手にもチャンスがある。で、遠藤選手は本日16日からバファローズの周期キャンプに参加しています。中野選手や木並選手、そして小畑選手など、遠藤選手と同じくみんな左打ちだったというのも一つのポイントだったかなと、ただ二軍とはいえ、ぐっと数字が伸びていた選手なんで、 関西そしてウエスタンリーグでもぶつかりますからまずは支配下契約を目指して頑張ってほしいところ。で、二人目がカジヤ投手です。カジヤ投手は今シーズン1軍で13試合に登板し、防御率が4.50。なかなか思うように数字を残すことができませんでしたが、一方ファームでは29試合に登板して防御率は0.68。で、脱参審率は8.89と、まだまだ元気な姿を見せていた。まあ、昨シーズンは51試合に登板して、防御率は2.56と、 リーグ優勝を日本一に大貢献してくれましたが、そんなカジア投手でも戦力外に。で、これはカジア投手にとって2度目の戦力外。で、当時カジア投手はそのことについて、 2度目の戦力外を受けて野球の神様も意地悪だなって思う自分もいましたけど乗り越えられないような試練は与えないと思ってるんでなんとかもう1回這い上がるチャンスをいただけたらなと思いながらやりたいとこのようにコメントを出していましたが本日16日カジア投手はイーグルスと契約まあ、カジア投手は支配下契約とはいえイーグルスパリーグなんでまあなかなかタイガースとぶつかることはありませんがまだまだやれるピッチャーであることに間違いありませんからね2度目のパリーグフルスホークスとは何度もぶつかりますし一体どんな姿を見せてくれるんでしょう そして3人目、今シーズン4年目を終えた岩田投手です。岩田投手は今シーズン、ファームで46試合に登板し、1勝2敗、防御率が2.11、38.1回を投げて、奪った三振29個、脱三振率が6.81、被打率が2割0分6人。2020年、育成ドラフト1位でタイガースに入団し、2022年に支配下契約を勝ち取りました。ですが4年間で一軍登板はなし、で戦力外を受けた際、わがままを言えば、もっと見てほしかったっていうか、 それなりに自分も今年に関しては手応えを感じていたんで、チャンスが欲しかったなっていうのが正直ありますと、涙を浮かべながら話していました。で、そんな岩田投手を同じセリーグ日本一に輝いたベイスターズが獲得しました。そして支配下契約です。ですので来シーズン、一軍初登板のチャンスは大いにあり、タイガースとがっつりぶつかる可能性も十分に考えられる。まあ、セリーグのライバル球団なだけに複雑な部分もありますが、 ちょっと個人的に戦力外通告を受けた直後、涙を流しながら見て欲しかったと語った時は胸が苦しくなりましたからね。岩田投手のことを思うと、どんな球団であれ、そして育成でプロに入った選手だからこそ、支配下で次のステージを見つけることができたのは嬉しい限りです。ただそれとこれとは話は別で、対戦があれば言わずもがな。もちろんタイガースを全力応援。ただその中で岩田投手個人のことを思うと、本当に嬉しいんで、一体来シーズン、どんな展開が待ってるのか注目しましょう。さあではここからは FA 関連 連の挙手問題ですねもう連日 X でトレンド入りの大山選手についてですが契約面でまた新たな情報が出てきました大山選手は先日 FA 権を行使しましたでその際しっかり納得した決断がしたい 自分が納得できればと思うんで、決断がどのタイミングになるかはわからないと。このように話し、で、島村球団本部長は大山選手との交渉について問われると、会う会わないを言ったり、言わなかったりっていうのもおかしな話。FA 宣言するのもいいし、宣言して残るのもいい。いろんなことで人生の岐路に立たされているんで、考えてもらいたい。でも残ってもらいたいというのは重々ある。来年優勝するために、一緒になってやってもらいたいと、改めて残留を熱望。球団のトップがこのように話す中で、タイガース側は当初、今シーズンの年俸 2億8000万円から大幅増。 単年4億円の4年契約、総額16億円規模の契約を提示しているとされていました。で、その中で淡井球団社長は、さらなる金庫解放も辞さない覚悟を示していた上で、本日16日、4年総額16億円の規模感を上回って、最長5年で総額20億円規模の大型契約を再度提示したとみられます。淡井球団社長は以前から、行けるところまで行きますと、まあ、このように明言していましたが、いよいよマネーゲームという展開になってきた。 で、そのマネーゲームの対象となっているのが、今シーズン優勝を果たしたジャイアンツです。優勝したとはいえ、課題は打線だと、安倍監督は強調。で、その中でジャイアンツの4番、岡本選手が早ければ、来シーズン終了後にメジャーに移籍する可能性があることを含め、シーズン終わってすぐ、大山選手の獲得調査報道が出てきた、そして実際に FA 宣言して即アタック。当初ジャイアンツは、先ほどご紹介したタイガースの新契約、5年総額20億円規模を提示していると言われていましたが、 本日またその情報が更新されました。というのも5年契約に1年の延長オプションを加えた最長6年間の超長期契約と見られ、大山選手は12月に30歳を迎えますからね。まあ、36歳シーズンまでその契約が保証される、まあ、事実上の終身契約とも言えます。まあ、大山選手は FA 権を行使した理由について8年間やってきて、 他球団の評価を聞くことができるチャンスと、まあ、このように話をしていたんで、まあ、このジャイアンツの契約提示というのは間違いなく最大誠意でしょう。で、それは大山選手にも伝わってると思います。いやー、ちょっとえげつない規模感ですね。まあ、単年の金額もそうなんですが、もし5年契約以上がベースになるなら、ちょっともう想像がつきません。まあ、だって藤川監督の前世紀。 メジャー志向があったとはいえ、一番大きな契約で4年総額16億円でしたからね。まあ今とは時代が違う。野手と抑えじゃ違うと言われるとそれまでですが、金額うんぬんよりも契約年数勝負になると、タイガースがオプション込みで6年契約を提示する未来はちょっと見えないかなと。ただその中で選手も仕事ですから、お金です。そして契約期間ですよ。1年でも長く見てもらえる保証があるとないとでは、精神的な部分でも大きな違いはあります。まあ、だからこそ6年契約はちょっとすごいなぁと感じるわけなんですが、 そして大山選手は悩み抜いた末にどんな答えを出してくれるのか本当に繰り返しになりますがとにかく我々ファンは答えを待つしかありませんさあということで最後になりますコンオフのタイガースは FA 権を行使した大山選手と原口選手 そして残留を表明した糸原選手と坂本選手、合計4選手が FA 権を取得しました。まあ、これは昨シーズン中から大きく話題になっていたこと。まあ、その前年、来シーズン誰々が FA 権を取得する。これは絶対話題になることで、まあ、一つ大きなターニングポイントと言える年なんですが、 実はこれからも勝負の秋は続きます。というのも来シーズンは近本選手が FA 権を取得予定。これはもう来シーズン100%動向が注目されますよね。近本選手は今シーズン自身5度目の盗塁王のタイトルを獲得し、入団から6年連続でタイトルダッシュ。 ただ今シーズン決めた盗塁の数は19個。2リーグ制以降では最小でのタイトル獲得となりましたが、野球評論家の落合博道さんは、1桁で盗塁王取ったって盗塁王は盗塁王。そのリーグの中で一番って言うんだから価値はあるんですよ。 数が多いから、少ないからっていう問題じゃなく、そのリーグで一番は誰なのかっていうのがタイトルなんで、数で評価しちゃダメですよと、このように強調。いやー僕もこれは本当にその通りだと思いますね。ひいきめなしで、どんな数字であれ、リーグで一番走った選手なんですから、一生残る記録ですし、僕は近本選手さすがだなぁという感想しかありません。まあ、ただその中でもっと盗塁が見たいという気持ちはありますけどね。ただその中でセリーグ全体、盗塁数が減少してきてる中で、常にトップを走り続けるというのは本当にすごいことです。で、入団、 から6年間の通算成績を見ていくと、合計804試合で、積み重ねたヒットの数は933本、打率は2割9分、ホームラン45本、打点が270、決めた盗塁の数は168個で、出塁率が3割5分1人、OPS が746、得点圏打率も3割1分4人と、もう言わずもがなタイガースの看板選手です。今年もゴールデングラブ賞を獲得して4年連続、ベストナインも十分射程圏内でしょう。 で、そんな近本選手なんですが、早くも来シーズン取得予定の FA 問題について自ら言及。というのも昨日15日、近本選手は甲子園を訪れて、4年契約で残留した坂本選手と対話。で、その坂本選手から色々と話を聞いたそうで、近本選手は来シーズンの自分の権利取得について問われると。 話はしました。参考にさせてもらいます。結論は自分で決めること。僕も自分で決めたいと。まあもちろんまだ1年先の話ですからね。今の時点でどうこうという問題ではないですが、本当に独特な空気感を持っている選手なんで、今後どんな発言が飛び出すのかは想像がつきません。まあただその中で近本選手といえば、毎年恒例、契約公開で野球の話なんて5分だと。まあそれ以外は全部本部長とチームについて話をしていましたと。まあ島村球団本部長が大学の先輩ということもあるかもしれませんが、 毎年熱いトークを交わしているでその際島村球団本部長がこれからタイガースでずっと引っ張って言ってくれよと、まあ、そのように近本選手に話すと近本選手ははいと返事をしたそうですでこれは3年前の近本選手の発言になりますが自分自身が将来 FA 権を取得したらと、まあ、そのように問われると 僕もそういう状況になったら、どういう判断をするかはわかりませんが、自分としては淡路島により近い場所にいたいと、このように地元である淡路島への愛というのも強調していたんです。まあ、このような過去の発言から、近本選手は生涯タイガースじゃないかと見て取れますが、まあ、本当に環境は刻一刻と変わっていきます。 で、タイガースという組織全体が、それぞれの選手にとって魅力的じゃないと、気持ちがコロッと変わってしまっても不思議ではない。まあ、我々ファンは組織の裏側のことを知る余地もないですが、今のタイガースはしっかりと軸を持って、進んでくれてる球団です。で、そこに FA 権を取得するような、中心選手の力というのは絶対に必要。大山選手や近本選手、今この世代の選手たちが、タイガースの中心ですからね。その中で今年は大山選手と原口選手、二人が権利を行使しました。その中で二人が出す答え、引き続き待ちましょう。はい、ということで、 今回の動画ではタイガースの最新情報をまとめご紹介していきました。今後、戦力外という形でタイガースを去った選手たちの新たな所属先が続々と判明。で、その中で FA 権を行使し、市場に出ている原口選手と大山選手の今後、我々ファンは待つのみです。一体どういう答えを出してくれるのか、引き続き注目していきましょう。 皆さんは本日ご紹介した最新情報、それぞれどのように考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者6 1700人突破、いつもありがとうございます。 皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ。チャンネル登録者6万2000人ということで、今後とも阪神情報局、何とよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。具体的な契約面の話も出てきていますが、それぞれの選手の決断、引き続き待っていきましょう。ではまた。